さて今回いおりを見ていこうかなと思いますね。噂なんだろう。あ、ちょっと待って、女子生徒のスカートを覗こうとする変態が出没してるっていう噂があって、全く嘆かわしい世の中だ。先生、違うよな。先生、もし怪しい変態見かけ、もうおかしいじゃん。導入からおかしいじゃん、なんかもう他と。マジか。予想以上だったな、これは。わかった。変態がいたら俺に任せて。あー、なんだこれは。どうなるんだ？怖いな。行くか。行くぞ。おい。彼女の誤解。誤解なのか？本当に。もうオチ分かったよ、こんなの誰だって。100人中100人答えられて、こんなオチ。自販機の前で100円を落とした。そう、拾わないとね。あー、そのまま小銭が転がって隙間から下水の中へと消えてしまった。あー、そこまで行くとは思わなかったな。え、あ、蓋を開けて下に降りて。あー、そこをまあするか。まあ、するか。まあまあ、小銭を拾いにね、行く。知ってた。何してる？いや、ちょっと。ね、違うよ、これはでも。これは達人の前か？噂の変態を捕まえたって風紀委員会に連絡しないとな。あ、せやな。誤解だよ。本当に？そうかな。誤解？何を言ってるんだ。わざわざ下水溝の蓋開けて中に入るような理由があるのか。でも世の中には広いんですよ。いるんだよな。あるとしたら人に目につきにくい下水路を潜って女子生徒たちのスカ、事情を説明する。小銭を拾おうとして下水に入った。シャーレの先生は小銭1枚のために下水に入るくらい苦しい生活をしてるのか。どうなんだろう。まあ1円割るやつは1年泣くとは言いますけども。先生、何か飲みたいものがあれば私がおごって。え、なんでおごってくれるの？え、なんで？生徒に迷惑はかけられないって。いや、100円ぐらいならいいから。なんで？なんでおごってくれるんだ？全然今わかんなかった。え、待って、俺がおかしいのかな、また。まあ、日頃のお礼ってことかな？そういうことにしとこう。これからは小銭落としてからといって下水に入るなよ。じゃあ毎回何、小銭落としたたびに寄り来てくれるの、俺のところに。そういうこと？お金が足りなくてそうしてるわけじゃない。じゃあなんで。もう俺の届かないステージに行ったか、先生。ちょっと分かんなくなってきたな。この位置からだと言える話がよく見える。何を言ってるんだ。なんで赤くなるんだよ、顔が。あ、それは、音声で欲しいけど、ダメかな。その後、小銭は見つけたが、いおりに誤解されてしまった。まあ、誤解も何もないけどね、あの一言。先生、最近、ゲヘナによく出張に来てるみたいだけど、なんか読むのも辛くなってきた。いおりちゃんに会いたくて、つい。そうだよな。でも実際学園であまり会わないな。出張に来るときはどこにいるんだ。あ、そんなにいいんだ、別に。そうなんだ。校庭、何のために。今度会ったときに教えてあげるね。キモい。なんか怪しいな。あー、でも来るんだ。そうか。いや、すごいな。すごいの一つこしか言いねえな、これ。行くか。校庭での休憩。
休憩？ゲヘナ学園の校庭で昼寝、なんで？昼寝をしようとしたところ、なんで？どうして？どうも、先生です。こんなとこに横になって何をしてるんだ、先生は。休んでた。見ればわかるよ。そうじゃねえんだよ。休憩なら休憩してチャーリーの執務室で休めばいいのに。こんな硬くてデコボコした石の床で横になっても痛いだけだと思うけど。床で横になってんだ。硬い石が腰を刺激して意外と気持ちいいんだよね。どういうこと？痛いのは気持ちいい。そういうこと？先生、前から思ったけど、もしかして痛いのが好きなのか？愛のある痛みなら好きだよ。前に靴で踏まれた時もそうだったし、わざと痛いことを楽しんでるような気が？まあ、否定はできないよな。おぉ。いいじゃん。ボイスはつかないのかね？よりも一度横になってみたら？どう？俺の隣空いてるよ。いやだ、頭おかしい人だと思われる。ごもっとも。一度で横になってみると考え変わる？より騙されるな。やってないに判断するのは良くない？ダメ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 。確かにそうでもない。ダメ違う。でも昼から校庭で横になって昼寝をするなんて変。変だよ。まあそこまで言うなら一回ぐらい。ダメだこの子。ダメだ。マジで？やるんだ。はあ。どう？気持ち？そりゃそうだ。やっぱり先生は痛いのを楽しむ変態だったんだ。おお。もっと言ってくれ。何なんだこの二人は。俺がおかしいのか？いおりの誤解がさらに深まった。何の誤解かわからんぞ。何なんだ本当に。すごいな。報告だと最近、ブラックマーケットで密輸の取引量が増えてるらしい。生活に必要なものなら、普通のマーケットで何でも手に入るのに、一体ブラックマーケットでどんな取引が行われているんだ。私は何も知らないな。興味もないし。先生？なんか、よくわかんないこの二人の距離感。まあ、それはそうだろうな。あ、そうなの？普通の人がブラックマーケットに足を踏み入れることなんてそうそうない。普通の人は、そうだよな。先生もブラックマーケットの悪党たちには関わらないに気をつけて。アビドス。いや、ファースト様。どうなんだ、あいつらは。え、どういう話これ。言ってみるか。秘密の取引。お、やっと来たか。シアレの先生が急に私たちのブラックマーケットのところに近づいたときは何事かと疑ってたけど、先生？まさか先生もこんなことに興味があるとはね、見直したよ。何？先生？本物？もちろん、私、ブラックマーケットの商人の仕事は確かさ。お金さえきちんとくれれば何でも持ってきてやるのが私のモットーだから。まあ、どうせくだらないものなんだろうな。ブラックマーケットの商人と物を取引する。さて、じゃあ金額を確認させてもらおうか。あ、まあ、だろうな。なぜゲヘナの風景はここに？取引が完了したことだ。さらば。お、早い。先生？ははは。まあ、真面目に仕事をしてるだけだからな、これは。先生もただ買い物しただけだから。いやあ、いおり。でも、もう一人は捕まえたから。俺のこと？どうも、先生です。どうしてここに？いや、それよりもさっき、あの、密輸犯と何を取引したんだ？言えない。また何か、言いづらさなことに手を出したのか。情けない。お！いいね。とにかく現行犯をそのまま返すわけにはいかない。取引したものを返して。いや、やだやだやだ。子供じゃないんだから早く出せ。
なんだ結局。いおりに取引したものを奪われた。は？ちょっと待って。なんなの？いおりの小学校の卒業アルバム。なんで？なんで？俺には、いや俺も見たいけどさ。そうじゃなくて、なんで？なんで先生はこんなものを。本当だよ。やば。気持ち悪い通り越して、もう尊敬の域に達してるよこれは。いおりの卒アルが他の人の手に渡らないように、シャーレの仕事にどうしても必要な資料で。嘘をつくな。絶対怪しいことに使おうとしたろ。怪しいことってなんだよ。ああ。いい。俺もよくわかんなくなってきたな。え、なんで？その後、いおりにものすごく怒られたが、幸いにもアルバムはもらえた。どうして？なんなんだ、この二人は。なに？先生、本当に私の卒業アルバムを変なことに使ったりしない。先生を信じて渡したんだから、他の人に見たりするなよ。怖い。何先生。ねえ、イオリ。怖っ。何？あー、気持ち悪い。仮にだよ。仮に、もしこの二人が付き合ってるとする、許されるのかこれは。仮にだとしたとしても、どうなの、どうなの。いや普通に卒アル見せてもらうんだったらいいのか。でもそれをお金で買い取ったってなると、ああ嬉しそうだね。ならいっか。わかんねえなー。今日の風銀会の活動では世話になった、ありがとう。ああ、仕事はやった。ならいいか。いおりはもちろん、ゲヘナの風銀にはいろいろ助けてもらったから。まあ、それはね、それ、そう、そうだよ。先生は私たちと違って、銃で撃たれたら本当に危ないんだから。ああいう危険な任務なら、私たちが一緒に行くのは当たり前。うん、ありがとうね。そういえば、いおり？なに、怖い。なに、先生。ああ。さっき作戦中に背中を怪我してなかった？え、それは大丈夫なの？ああ、そういえばそうだった。気にしないで、大した怪我、大した怪我じゃない。絆ストーリーへ進む。え？ん？優しい治療。ああ、すべて察したわ。そういうことか。より大丈夫？ああ、びっくりした。誰かと思ったら先生か。どうも、先生です。傷はひどくないかって、ああ、大丈夫。風琴会の活動してると、これぐらいの怪我はよくあることだ。だから気にしないで。消毒どころか、もう先生が来る前に治療は全部終わったよ。そうなんだ。でも、背中に手が届かないせいで、ちゃんと包帯が負けてなくて。ああ、そう。もしよかったら、先生が代わりに包帯巻いてくれないか。なんかもう、止める気も薄れてきたな。好きにやったらいいんじゃないか、二人で。この制服、後ろ側の開け閉めが不便で、ちょっと目を閉じてて。後ろ側の開け閉めが不便で？これ音量でかくしとくか？ちょっと。いや、まあまあまあ。変なことを考えるなよ。そう言われたら、考えるじゃねえか。バカだれ。何してんの？今の音何？目開けてもいい？あ、BGM がもう、ああ、ちゃははは、ああ、BGM、もう、ああ、ダメだ、これは。何？その表情は。変なこと考えてないよな。考えます。あ。
いつまで見てるんだ、早くして。この口な、バカ変な声。痛かったかって、ゲーナの風紀委員がこれぐらいで痛がるはずないだろう。これ YouTube 開けて大丈夫かな。少しくすぐったかっただけ。そう、何やってるんだ、包帯がほつれる。先生だったら手が触れるぐらいなら気にしないから、ちゃんと最後までやって。最後まで、なんなんだお前ら。ああもう好きにしろ。その後包帯を巻いて服を整えてあげた。ああどうも。いつもは変な大人だと思ってたけど、真面目な時は真面目なんだ。まあそうそう、真面目だからこそ不真面目も際立つわけで。次に怪我した時もしてあげるから心配するなって。ま、治療が受けたくてわざと怪我するわけないだろ。そうだよ。え？何？はっ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 は。なんだ？なんか、幸せなら、いっか、二人が。はっはっは。外野がとやかく言うことでもねえか、これはもう。そっか。あ、よろしく。いおりはすっきりした顔で保健室から出てきた。すっきりした顔。なんで？先生、このメッセージを見たら、下平な正門前の住宅街三丁目？アクシデント？いいから早く来て。え？何？どうしたの？大丈夫？あと、他の生徒たちには、絶対に私がここにいるって言うなよ。ん？あ、どっかハマったか、もしかして。いや、バカな。そんな、ないか、そんな展開は。まあ、行こうか。先生の誤解？ん？そしてこの BGM。住宅街の狭い路地裏。あ、いおり。もう！何やってんだよ！誰かが掘った深い穴にいおりが落ちていた。もしかして、この子あれか？ちょっと、抜けてたか、もしかして本当に。何やってんの？ああ、でも、大変だよな。どうしてそんなところにいるの？どうして？見てわからないのか、罠に引っかかった。ああ、そういうこと？ゲーナの自治区内でトラブルを起こしたヘルメッタンを追跡する途中に、急に行き止まりのところに誘導されて何か怪しいと思ったら、地面に穴を掘ってやがった。卑怯な奴らめ。そんな分かりやすい罠に引っかかるおかしいって、それはそうだけど。うん、そうだよ。仕方ないだろ。目標を見つけたら、それが目に入らなくなっちゃって。それは、可愛いな。私は、下平な風紀委員会の冷血な実行委員。視界に入った目標は逃がさない。うん。そんなことより、いつまでそこを見てるつもりだ。早くここから出るの手伝って。そういういたずら許されるのは高校生。ま、あ、でも、いおりは高校生か。でも先生は大人だよ。大人がやることじゃねえって、これは。いや、高校生前だって許されんの、これ。マジか。うわぁ、キモ。何をしてるんだ、待て。撮るなって。なんで困ってる人の写真を撮るんだ、この悪魔変態。困ってる夜の姿があまりに可愛くて、普段は見られない珍しい光景だからつい。まあ、上だろうな。人の窮地は何だと思ってるんだ。ダメと言ったらダメだって。それはそう。ん？ああ、無理か。すごいね。そんなすっぽりハマったんだ。ははは。こっから出たらただじゃ置かないからな。
その後、イオリが頑張る姿をじっくり見てから引っ張り出してあげた。そう。あ！いいなぁ。じゃなくて、ありがとうございます。先生、さっき送ってき、あ、あ、え？あ、あ、ちょっと待って。これ拡大できんのか。拡大機能。ブルーアーカイブさん。拡大機能ですよ。今我々が欲しているものは。わかりますか？聞こえてますか？この声。可愛くない？そういう問題じゃない。ああ。うん？これはしょうがない。取っちゃったもんはしょうがない。いやー。まあ、正直噂にはこのメモリは聞いてたけどさ、絆ストーリーも、やばかったわ。ははは。予想の100倍以上やばかったわ。ああ。え、ちょっと待って。ツヤっぽすぎる、あまりにも表情が、これは。これは、やってるわ。もう。ああ。なるほどね。何その表情は。変なこと考えてないよな。うん。いつまで見てるんだ。早くして。痛かったかって。ゲーナの風紀委員がこれぐらいで痛がるはずないだろ。 BGM が盛り上がってきたぜ。ただ落ちたな。くすぐったかっただけ。あー、クライマックスだ。そっか。何やってるんだ。包帯がほつれる。先生だったら手が触れるぐらいなら気にしないから、ちゃんと最後までやって。はい、わかりました。なんだこいつら。まあ、いっか。